この放送は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。やかましい隣のビルでね、また生きた関係ないところでね、まあ、はつってからね、あのコンクリートね、はつってメギオンじゃけどね、まあやかましいわ。やっと静かになったということでね、はい、あの茶のホワイトハウスの時間がやってまいりましたけども、今日はね、浜松町駅、なんで浜松町駅来たか言ったらね、あの個人的に好きじゃけんよね。で山手線と、山手線と京浜とね、2つしかないんじゃけど、京浜と山手線しかないんじゃけど、違う路線のね、あれも見れるいうことでね、新幹線も見れるしね、個人的に私はここ面白い駅じゃ思うけど、まあそれはね、新橋とか有楽町とかね、あそれは、まあね、似たようなところがあるけどね、うん、新橋とか有楽町なんかでも新幹線とかね、見れるし、まあ、ああいう意味ではまあ一緒だけど、浜松町、ご乗車ありがとうございます。次は新橋に停まります。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。 Please stand clear of the closing doors. 次の電車をご利用ください。まあやっぱりさすが都会よりここはね、もうほんまにすごい。モノレールがね、浜松町に来る。まあ賑やかなところよね、ここはね、ほんま当たり前、いや当たり前なんだけどね。まあ黄色い点字ブロックまでお下げください。 The local train will arrive shortly on track 2. Please stand behind the yellow line.まあしかし、
山手線今2番ホーム出ていたばっかりでからね、はあ次の電車来ますってアナウンスが鳴るすごいよねほんま、ひっきりなしに来るもんね。まあ時間帯が時間帯だろうけそうなんじゃろうけどね。まあこれ都会の面白さやねこれがね。田舎は田舎で好きだけどね、いい味出しとってね。これノーカットじゃけどさっき広島がこうなるレッドウィングはこの感覚で来たら大事よねほんま誰も乗りもへんのに。ご乗車ありがとうございます。次は新橋に2番線ドアを閉まります。いつかやつなんかいっぺん出たら早い待てのクラスのキャー変形ねほんまほんまクソ田舎が。やっぱり浜松町駅で一番楽しいのはやっぱり3番4番ホームよね。やっぱりあれよ新幹線も見れるしね。これはなんでここスペース空けとんかね、まあ工事するんだろうけど。いや、あのおっさんが別に何やるか言うわけじゃないんだけどね。これ品川方面だけね、ここが3番4番方面。面白いじゃろここらね、やっぱり電車好きにとってはたまらない。これこれ小便小僧ほんまんま。東海道本線を見るし、これね3年前来た時にはね違う格好をしとったんだけどね。
電車好きにとってはたまらんところや、ここらね、ほんま。電車好きの子供さんなんか離れんのじゃないか、ここからほんま。ああやってね、カメラ構えとったらね、親切な運転手さんはね、あえてバーンやって鳴らしてくれるんよね、うん。毎日ね、安全確認ご苦労様です、ほんま。皆さんのね、 JR の皆さんのおかげで楽しい旅ができておりますよ。電車好きじゃかね、なんぼ電車好きじゃき言うて JR に勤め思わんね。まもなく4番線に各駅停車磯子行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。このおっさんずっとしょんべいこと取りおる。Porque ずーっとあっこって正面ごとばっかり写真撮るようになって変わったおっさんだわ、ほんまわけわからんけ。やりおるこのおっさん、ほんまにずーっと
通るよ。勝負ことばっかり。なんなんじゃろうかね。怖いわ。ほんま怖いわ。別にええっちゃええんだけど。はい、ということでね、まあ浜松城のすべてをご覧いただきました。ちょっと私は今からね、高輪ゲートウェイの方へ行こう。まだおるんだけ、まあほんまずーっとやりおるよ。あーほんまにようわからんわ。1時間ぐらいはこうって、わしはね、スタッフ連れて2時間ぐらいね、ここでね、カメラ場所おったんだけどね、1時間ぐらいずーっとおるんだっけ。あ、正面こそばっかりずーっと写真撮りおるよね。あ、気持ち悪い。まあ、そがな話はどうでもいいんだけどね。まあ、いうことでね、浜松駅のすべてをご覧いただきました。また次の企画でお会いしましょう。じゃあここからね、品川方面行ってね、また違うところで違う電車見て帰ります。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。